皆さんこんにちは、一尾修介です。この度角川より透明カメレオン発売することになりました。ストーリーは、主人公が、ラジオパーソナリティで、長年ラジオ番組を持ってる、桐畑京太郎という主人公なんですけども、30歳ちょっとの設定ですね。彼がですね、すごく特殊な声を持っていて、こう聞く人をみんな魅了してしまうっていう、本当に特殊な声の持ち主で、それでラジオ番組を持ってるんですけど、ただ一つ、その、読んでいただけると分かるんですが、ちょっと秘密があると。で、彼がこう、あるバーでいろんな仲間と時間を過ごすことが多いんですけど、そこにこうある少女が突然現れて、そこからもう急にとんでもないことになっていくっていう、いろんなことに巻き込まれ、最後は全員で、あることをするんです。なかなかこれ言ってしまうと面白くないんで、なかなか言えないんですけど、ドタバタあり、涙あり、笑いありのものが書けたんじゃないかと思ってます。透明カメレオン、カメレオンっていうとやっぱりこうどんな色にもなれるってイメージなんですけど、そこで透明をつけた時にこう、やっぱり本屋さんで引っかかりを覚えて手に取ってもらいたいっていうのがあって、でこう読んでる途中、そんなにはっきりと透明カメレオンっていうタイトルの意味がわからないと思うんですけど、その読み終わった時にじっくりまたタイトルを見て、意味を考えていただければなっていうふうに思います。今までずっと10年間やってきて、一つこう自分のために小説を書くっていう、やっぱりいろんな読者がいて、誰のテイストに合わせていいかわからないんで、最後は自分のために書くしかないっていう気持ちでやってきたんですけど、今回初めて作家になって10年目で、ずっと応援してくれた書店の方とか読者の方とかにお礼の意味を込めて、初めて自分のためじゃなくて読者のために書いたのがこの透明カメレオンっていう本ですね。本当に中身保証できるものができたかなというふうに思ってます。作家になってですね、丸々10年がしました。ちょうど10年前のこれが、今年発売になる1月に、僕の最初の本が刊行されて、これが本当に丸10年目になります。でその間いろんなことを勉強して、小説書くのも少しずつ上手くなってくれて、いろんな力を身につけたように思っているので、その全て透明カメレオンを今回注ぎ込ませていただきましたので、ぜひ手に取っていただいて読んでいただけるとありがたいです。透明カメレオン、ぜひ読んでいただければと思います。道尾修介でした。